バです。今回は高い製作所の FC-76 という望遠鏡に3倍バローレンズをつけて撮影してみたいと思います。バローレンズは焦点距離を伸ばす作用があります。これは3倍のバローレンズなので、この望遠鏡の焦点距離 600mm を 1800mm に伸ばすことができます。今回はタカハシの TCA4 というアダプターを使ってカメラと接続します。それでは取り付けていきましょう。今回はバローレンズで拡大撮影でした。これからいろいろやっていきたいと思います。